はい、それではですね、具体的に、学習を始めることにいたしましょう。皆さんテキストの方はお持ちでしょうか。このテキストではですね、具体的には日本の裁判所の出てきた民事の判決、これが、独学で読めるようにするという、こういう、目的でございます。で、判決をですね、じゃあいきなり読み始めるかというのも、それも一つの方法なんですけれども、その前にですね、いくつかのことを知っておいた方が、かえって分かりやすいと思います。後ほどの学習がスムーズだと思いますので、それを、先にいくつかに分けて解説したいと思います。おそらく2回、3回ぐらいの動画になりますかね。はい、では、テキストの方を見てみましょう。4ページでございます。ここはですね、非常に簡単でございます。何が言いたいのかというと、我々が属している西洋近代法、市民法と、近代市民法と言われるこの法体系、2つのやり方があるんですね。で、どういうやり方かと言いますと、1つは慣習法主義、あるいは判例法主義と言われる立場でして、簡単に言ってしまうと、具体的な法律ないんですよ。すごく簡単に言ってしまうと。あるのは個々の裁判所の判決だけです。そうすると、今ちょっと言葉は適切じゃないかもしれないけれども、裁判所の判決がこうずっと続いていくと、ある程度の相場みたいなのが出てきますね。で、これを法として取り扱っていこうと。これが、慣習法主義、あるいは判例法主義と言われるものです。有名なのは、イギリスですかね、あるいはアメリカの大多数の州がそうであるというような言い方されます。で、もう一つの方法はですね、制定法主義と言われるものです。これ、日本や、ドイツやフランスなどが有名なんですが、我々の法体系、これ、制定法主義というんですね。どういうことかと言いますと、まず、制定法の条文があるんです。民法1条、2条、3条と、こうあるわけですね。で、まず、こう、ルールを作っていくわけです。そうすると、このルールの枠内、これが、法律上の、ルールだということになるわけですね。で、そうすると、じゃあ実際にこれでうまくいくのかというと、大抵の裁判所で争われる判決はこのルール、制定法の条文に従って判決が出てくるわけですね。ところがごくまれにですね、その制定法の条文を、使っていくとちょっとずれたような、あるいは、制定法の条文が直接は定めていないようなと、そういったものが、著名な判決としてこう出てくると。そうすると、この法的ルールの形がですね、全体として、ちょっともともと想定したようにずれてくる可能性はありますね。数としてはほとんどの場合が、この制定法の枠内で、決着つきます。しかしながら、限界的な事例、限界事例においては、少し、もともと想定していた法の、制定法の内容と変わった判断が出る可能性は、なきにしもあらずだということです。我々法を学ぶということは、一方においてはこの制定法のルール、これを学ぶ必要がありますし、他方においてはそれが具体的に裁判所でどのような形で判決下されるのかという意味での、この判決ですね、限界事例における判決、これを見ていく、この両者がバランスよくしていかないといけないわけですね。はい。で、ちょっとこれは宣伝になるわけですけれども、私の方ですね、民法の教育を普段、大学でやっているわけですけれども、入門でですね、テキスト、まず入門で制定法にどういうことを書いているかということを、このパンデクテンシステムで学ぶ民法入門という赤いテキストですね。これで学習していただく。で、それに続いて、ちょっと宣伝しておきましょうか。こんなテキストでございます。このテキストです。はい、それからそれに引き続いてですね、裁判所の判決を学ぶためにこの3つのテキスト、今やってるのはこの審ですね、これでございます。審、裁判例から学ぶ、それからこっちのカメラでいきましょうか。あと2冊ですね、このオレンジ色の裁判例から学ぶ民事法入門、黄色色の続裁判例から学ぶ民事法入門という、この3冊でやっております。それから、じゃあ制定法の制定法の規定ですね、民法典の規定、もう少し詳しく解説しようというのが、このパンデクテンシステムの学ぶ民法1、これが第1編第2編の相続物件、それから、第2編、2冊目がパンデクテンシステムで学ぶ民法2債権、
それからこれはちょっとまだ未完なんですけど、まだできてないんですけれども、パンデクテンシステムを学ぶ民法3、親族相続と。ということで合計7冊でですね、民事法の内容を見ていこうと。民法の内容を見ていこうと。こういうふうに考えております。はい、それでは一旦、この辺りで切りましょうか。